こんにちは、ネモです。パワープルアプリやっていきます。今回は、5周年記念デビュー、好敵手碇守のガチャ、追いガチャ、いきたいと思います。でですね、散々迷った挙句、ちょっと守ガチャを追いガチャしようかと思ってます。で、今回は、PSR の母体が出る、もしくは、SR の碇守が2体出る、この条件、どちらか満たした時に終わろうかなと思ってます。というのも、まあ、PSR の母体引ければ、暁の碇守で解放バーンと進められるっていうところと、あとは、これですよね。大丈夫博士のレアリティ変換研究所というところで、まあ、SR のプラス5を1体入れれば 30%、2体入れれば 60%、3体入れれば 100% という解放が進められて、PSR に変換できるというところでですね、碇守の SR のプラス5、3体作れば、まあ、ここで PSR に変換して終われるんじゃないかなというふうに思っています。で、SR のプラス5を3枚作れるわけではありません。ただ、母体だけ抜いておいて、まあ、いろんなガチャで守る出てくると思うので、その時に、ま、ゆっくり混ぜて、その時に必要であれば、守るを PSR に変換して、まあ、使っていこうかなというふうに思っています。で、まあ、引き方とか、このガチャ自体に突っ込むかどうかっていうのは、まあ、散々別の動画でね、まあ、無課金、微課金の方は、これは、母体だけ抜けたら、SR の母体抜けたら、まあ、ステイしておきましょうって話はしましたが、まあ、こちらのアカウントに関しては、まあ、できれば PSR 欲しいなという感じです。はい。行きましょう。いや、母体最近全然抜けないんだよね。そろそろ、パパッとくれたら嬉しいけど、はい。SR も出ないとか、そういう事態だけはやめてほしいけど。うん、PR2 枚出ましたね。結構これはありがたいですね。はい。これが埋まっていくのやだな。これが埋まっていくのやだな。はい、行きましょう。まずは、ピンク、そして、虹が見たい。お、SR 出ましたね。確率アップこれだよなー、これだよなー、そうだよなー、そうだよな。はい、次行きますか。うわ、怖いなこれマジで。 SR を出すっていうことすら難しいのかもしれない僕には。はい、ポンデリングです。マジか。これ、やべえな、追いガチャ。この追いガチャやっぱやばいかもしんないな。守の R が、2枚。はい。これは、だいぶ渋いっすね。では、行きましょう。追加した石でマジで終わってくれな。さすがにこれ以上無理よ。よし、オッケー。1枚。守れでよ。ダイアップ。うわぁ、これは、この追いガチャはやはり危険だ。ちょっと100連ぐらいしたらほんと考えるよね、もう。もうやめようかなってなりますね。はい。いきますか。お、いいですね。まあ、確率アップは確実にかかってますね。お、2枚。頼む。反転しないかな。虹谷。おー、1枚出ました、1枚出ました。あと1枚、あと1枚。あと1枚出たら、もう撤退したい。はい。行きましょうか。お!キラーン来い。あー、まあ。追われる?か?あー、合わせ、ちょっと嬉しい。ちょっと嬉しい、合わせならちょっと嬉しい。いきますか。もうレアリティ変換上2枚でいいんじゃないか。うわー。これやっぱ危険っすね。これだいぶ危険っすね、やっぱ。アンドロメダとかも控えてるからな。
うん、これ100連して、もうすぐ100連になるんですけど、守り1枚しか出てないぞ。SR 自体は、それなりに、数出てくれてるし、まあ、1枚が合わせだったんで、それは、良きかなという感じではあるんですけど。PSR 出ないか。うん、ひじり。うわあ、嘘でしょ。チーム。マジか。マジか。渋いっすね。これで100年かな。ちょっと震えますわ。震えますわ、この渋さ。守る、PR。マジか。マジか。多分僕今ので100連終わったと思うんですけど、SR の守りが、1枚だよね。なんか、見間違ったかな。ちょっと待ってください。そうですね。飲む、猫髪、虹谷。まあ、合わせは当たりなので、まだいいですけど。ほう。皆さん、追いガチャは気をつけましょうとしか言いようがないんだけど。ああ。助けてくれ、誰か。うん、やっぱ確定分までで終わっとくべきですね。もう、守るは借りればいいになるね。ほんとに。あと、手持ちではもう20連が限界ですね。あ、ダメだ、これ。これは、やばいやつだ。いや、もうこれでダメだったら終わりだな、マジで。うん、出る気配が、ないですね。ラスト10連いきまーす。うわ。渋ー。マジンガー、これ。多分100連、プラス30、130連かな。したんですが、ほえー、マジか、すごいね。はい、ちょっとボックスに石があれば引きたいとは思いますが。15個あるかな？ああ、ありましたね。これ、ラス1にします。さすがに出なさすぎだな。お、頼む、これで終わろう。これで出よう。うん、これで出れば、まあまあまあ、幸せに終われる。はぁ。はい。これ、マジで激渋ですね。PSR もう1枚も出なかったですね。はい。まあ、ちょっとだけ追加して戻ってきますので、少しお待ちください。はい、ということで、ちょっと追加して戻って参りました。さすがに出るでしょう。行きましょう。PSR 見たいんだけど、一回ぐらい。お、これで終われるかもしれません。お、合わせの PSR 出ました。これで合わせ50にはなりましたね。それは、まあちょっと普通に嬉しいわ。この嬉しいところで終わっとくべきな気はする。ぐぐぐ。はははははは。マジけ。お、出た。頼む。これで終わろう。うわー、ちょ、PSR だったら安定して終わってほしかったな。滝本。
これ無理なのかな。よし、頼む。もう終わろう、もう終わろう。ここで、滝本のところで終わろう。あー、ゴブリン、マジで出ねえな。いや、この30連出なかったらマジで終わります。ちょっともう、さすがにって感じ。オッケー。ピンクはいいっすよ。うわー、鈴本渋い。これやべえな、マジで。グーの根も出ないわ。もう SR くらい出るかな、他で。うん。お、終わろ。わあ、終われました。なんとか。なんとか終われました。いや、PSR の守るは出なかったですが、なんとか、これで SR は揃いました。SR 揃えんのにめちゃくちゃかかったな。多分僕、25、6からいってるもんね。ほぼ200連ぐらいしてますね。200はしてないですけど、ほぼ200連してますね。190連くらいして、SR2 体と。まあ、これをどう考えるかは皆さん次第ですと。いう話ですね。で、解放とかはまた別動画でもいいですし、もう結構長くなっちゃってるんでね。で、まあ、いろんな動画を作れたらいいかなと思うので、ここで終わりたいと思います。皆さん、このガチャは触ってはいけません。追いガチャは触ってはいけません。それを、まあ、実証できたかなという感じでした。いや、もたいください、僕に。なぜ？はい。今回の動画は以上となります。ぜひ、皆様の慰め、ライク、慰め、コメントお待ちしております。また、ツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローください。また、次の動画でお会いいたしましょう。